吉田さん、さまざまな商品売ってきたんですけども、ちょっと私ね、調べてないんですけども、感覚的に思ってることがあるんですよ。だから吉田さんなりの見解を聞きたいんですけども、それはですね、なんかこう集客してプレゼンするじゃないですか。で、私大体ね、半分ぐらい売れるんですよ。集客した人の人数の半分ぐらいです。例えば12人を招待して、その12人に対して100万円の商品を売った時に6人売れてるんですよね。だから半分ぐらいでしょ、で、今回 FX の教材出したんですけども、興味がありますよとか言って申し込んでくださった方の半分が売れてるんですよ。45本で、中級編はその45本売れた中で、皆さんにアプローチして25人に売れてるんですよ。まあだから半分ぐらいですよね。だから大体そんな感じで、何が言いたいかというと、集客するじゃないですか。で、セールスすると、売価にかかわらず、売り値にかかわらず、内容にかかわらず、半分買っていただけるっていう風な感覚があるんですよ、私は。自分でやってきて。吉田さん、そんなこと考えたことないですかね。なんかね、半分ぐらい売れるんですよ。あとはね、普段の、動画のアップロードから、何のセールスもしてないところからね、動画概要欄を見て、速稼塾の問い合わせ売れるみたいなやつはちょっとまた別の確率なのかなと思いますけどね。でも大体私の方にメールを下すって、速稼塾って何ですかっていうふうにお問い合わせいただくと、大体2分の1以上はご購入くださいますよね。まあ、私もね、即時動画で感謝のメール、言葉と、あと速稼塾って何なのかってことを、合計5分から10分で解説して動画返信するんですけどね。そうするとやっぱり2人に1人ぐらい買っていただいてるような気がしますね。なんかね、うわー、1ヶ月全然売れてないやって時は今のところないんですよ。2週間続けて売れないってこともちらほらとしかないですね。コンスタントに週に1本とか、最近はね、最近はそうですね、最近は週に1本ぐらいですね。なんか今日まとめてね、2本売れましたけども、それは私がメールを貯めたからだと。貯めるって言っても24時間分しか貯めてないですけど、吉田さんどうですかね。やっぱこう、見込みの方のそこでセールスをかけたり、ニュースレター、セールスレターを書いたりとかして、何パーぐらい売れるもんなんですかね。要するに集客に対するコンバージョン率ってやつですか。私はちょっと自分の感覚だと半分ぐらいかなと思うんですけど、どうですかね。